はい、まだだ。こんなん出ました。今日もそうなんですけど、その今更やけど、このリアル生姜、吸った生姜をどのタイミングで乗すんですかね。もうもっとこうガー炒めんとあかんのかな。それが何？フライパンの時に乗す必要性があったんかな思ってね。これやったらここにお皿に移してから乗せてもええんちゃうかな思ってね。はい、いただきます。けど、お店で食べるやつはなんか、後乗せしてる感じないもんね。だから、乗しても、もうちょいこう炒めるか火通さんとあかんのかな。で、はい、どうです。です。腹鳴ったし。はい、いただきます。どうやろ、超うまそうなんですけど、いただきます。なんかあの日本食券の生姜のなんかタレみたいな味がせえへん、少なかったんかな。なんとも言えねえ。これ、生姜の塊。生姜の塊を包んで、包んで言われますわ。声が小さいってね、まだ食べてまんねんけどね。まだ食べてる途中なんですけど、
声が小さいってたまに言われますね。これやっぱりこれスマホで撮ってますねんね。この距離感ですかね。だからこれ結構ちょっと離れた、1メートルぐらい離れたとこでカメラかスマホ置いとるんですけど、この距離感でやっぱり声が小さいんですかね。そのなんか音量に調節するんかね。いまいちその辺が全然わかってますね。これ要は近くに近づけたら声が大きいいうことですかね。よう分かりまいねんけど。ああみたいな。ほんまに難しいっすわ。はい。うっす。備え飲んでまへんで。備え飲んでまへんで。備え飲んでまへんから。言うても酔うてるけどね。弱いんやね、早い話が。うす。前半キッチンしてる時にお話しましたけど、朝晩涼しなりましたな。はいいんですけどね。その言いましたよ。そのね、なんちゅうの、虫の声が私めちゃ好きですね。だからこれ、もう夏が終わりやで、言ったら虫が泣き寄りません。だからその季節感言うんですか、それがめちゃくちゃ好きなんですね。いや、それもっと好きなやつ言うのは、前半に喋ってるんですけど、2番目に好きなのがこの虫が鳴いてる、この暑いねんけど、暑いのんがもう終わりやで、みたいな虫が鳴ってるこの時が一番好きなんですけど、一番やか二番目に好きなんですけど、その話でね、思い出したんがね、私今、ここの前に住んどったとこ、まだ嫁はんと住んどった時、嫁はんと別れてから、元嫁と別れてから結構そのまま、なんちゅう、4人、私入れて1、2、5人家族やったんでね、まあまあ広いとこ住んどったんですよ。1、2、3LDK 住んどったんですよ。で、まあまあ広いとこ住んどったんですけど、前たらそこのマンションはなんちゅうてんかな。まあ、そんだけ広いからね、ファミリー向けのマンションなんですよ。で、隣にね、なんちゅうてんかな、中年のおっさん、私より年上なんですけど、もう仕事してはれんすよ。だから多分、今から考えたら多分65回ってあったんかな。けど見た目はそんなにそんなに年じゃなかったんでね、多分60でもう働いてへんかったんか、よくわからんすけど、まあ、今まで一生懸命働いて、やっともう定年でっていう感じのね、ご主人と、あと奥さんもまあそれなりのお年なんですけど、奥さんまで働いてはりますね。ほんで、なんちゅうてんかな、奥さん、もうお父さんね、もう頑張って働いてくれてはったからみたいな感じでね、もう奥さんがこう、よーしゃべりはんねん、しゃべり好きの奥さんでね、会うたんびにもいろんなことしゃべりはって、そういうあれやったんですけど、でね、旦那は決定な旦那ですね。あんまり物言わんしね。けどまあまあ、したって、私らのが、先住人、先に住んどったんで、後から入ってこられたんで、まあまあ、親しくしてくれてはったんですけど、そのね、変わっとるんですよ。もういろいろ変わった、いる話はあるんですけど、一個思い出したのがね、この季節、まあ、この季節じゃないけど、虫が鳴いとんですよ。その横、ベランダ繋がってますやん。横で虫が鳴いとんですよ。だから、スズムシかコオロギかなんか知りまへんで、なんか、まいたあれ何ちょうちんちゃうわ、スズムシちゃうわ、何チリン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 、夏が風が吹いたら、チリン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 、風鈴や。風鈴のごとく、この季節になったらね、横で虫が鳴いとんすよ。
あー風流やな、いやそんな思いませんけど、あ虫泣いとるやんみたいな、何こうとんねんおっさんみたいな思うとったんですよ。である時おっさんにね、いや虫こうてはんねんなって聞いたら、いやあれね、何やったかな、忘れたんだ、何か忘れた、何やろの餌ですねんって言いよって、それあの風流やなーって聞いとった、あの虫食わすんかいみたいな、何言うたかな、カエル言うたかな、トカゲ言うたかな、ようわからんけど、なんか何々の餌ですねって、もうもうでもゾーッとしてね、ほんまにおとろしいな、ようあんだけもうそんなことできんねんな思ってねほんまにそれ思い出しましたわ。なんかね、そうそう、そういう小動物か昆虫かなんか知らんけど、なんか玄関の前にこんなメダカこう取ったりね、なんかそういうの好きなおっさんやったんですよ、うん、ほんでね、もう一個なんちゅうん、そのね、猫のね、なんか置物みたいな、その玄関に置いてありますね。まあ、結構リアルな置きの、猫の置物みたいな。ああ、ここ、ご夫婦猫好きやねんやろな、思って見とったんですけど、ある時ね、猫の鳴き声しますね。にゃー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 聞こえますね。その聞こえる、壁越しに聞こえるんですよ。壁越しに聞こえるんですけど、にゃーにゃー、ねえ隣にね、猫こうどんかいな思って思っとったんですね。けどね、結構ね、なんちったんかな、玄関開けっぱなしのとこってありますやん。結構それでオープンな人やったでね、玄関も結構開けっぱなしで、ほんでもう私それまあ嫌が、いなんち絶対通りますやん、玄関の前で。まあ何気ないこう見ますやん。けどどうも猫凍ってる感じはしませんねんね。けどその毎日お前んで、稀にたまになんかにゃーにゃーって聞こえますね。え？いやこれね、確信にできて猫は絶対凍ってはりまへんねん。いやわかりませんけどね、猫は凍ってはりまへんねんけど、たまに猫の鳴き声しますね。その時思ったんがね、おばはん、奥さんの泣き声ちゃうかな思ってね。おばさんが泣いとるんちゃうかな思ってね。これもゾーッとしました。思ってね。まあ、それだけの話です。以上、そうだ。失礼します。バイナラ。See you。チャンネル登録お願いします。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みますせー。バイならバイチャー。